黒岩千鶴子は、日本の政治家、元参議院議員、社会福祉法人理事長、愛知県名古屋市出身、品川区立第二、延山小学校、目黒区立第九中学校、東京都立日比谷高等学校卒業。同高校の同級生に、加藤光一、安岡沖春、殿川進、山尾三章などがいた。1958年4月。 東京大学理科一類入学。1960年、黒岩拓夫と学生結婚。1963年3月、東京大学理学部数学科卒業。同年、経過女子高等学校に数学教諭として報職。1968年、公立高校教師に転身し、東京都立杉並高等学校に移動。1971年、 一年前に医師として、不妊した夫に続いて、新潟県南魚沼郡大和山町浦佐に引っ越す。1972年から18年間山和町立、保育所保育士として勤務。黒岩拓夫との間に、黒岩栄洋を、はじめ7人の子供を設ける。1990年、保育士退職。第一塾を始める。百九十五年七月十六日執行の、 第17回参議院議員通常選挙に、新党先駆けから、比例代表に出馬するも落選。2001年3月、堂本秋子参議院議員の、千葉県知事選挙出馬による辞職に伴い繰り上げ、当選。約4ヶ月間議員を務める。中村厚夫と、院内会派、先駆け環境会議を組織。2001年7月29日執行の、 第19回参議院議員通常選挙に無所属で東京都選挙区から出馬するも落選。2007年3月、社会福祉法人の理事長に就任。2013年現在も社会福祉法人理事長を務める。家計は、旧男尺の北大路家で、祖父は、元貴族院議員の北大路美信、おじは、元貴族院議員の北大路信明。 衆議院議員の黒岩坂井雄は長男。ありがとうございます。